が変わっちゃった。ねねかさんが教えてくれた通りにしたら本当に変身できちゃいました。やばいですね。なんなのよ二人とも、その格好は。この人からもらった新しいパワーです。詳しいことは後で説明しますね。私もいろいろ聞かせてもらいたいけど今は。新しいパワーだかなんだか知らねえが、他の連中ごとぺしゃんこにしてやるよ。魔物たちがまた巨大化しました。やば、こんな狭い場所で巨大化されたら逃げようがないわよ。死ね死ね。大丈夫です。すごい。あんなに大きい魔物たちをペコさん一人で押し返してる。ああ、それもあのオーラをものともせずに。私も行くよ。光のせいよ。我にあまねく天地を断ち切る力を。空？城の地下からこんな高くぶっ飛ばされちまったってのか？あのピンク髪の攻撃魔法で。だがどうってことで、うちのバカどもには飛び方くらい教えてやるんだ。バカが。体が軽い。これなら、うん、いける。一撃必殺、超全力で撃退。プリンセスストライク。降り注げ、閃光の雨に。クソバカ玉、つうか何なんだよあいつらは。これじゃ本当にチェーンの言った通りじゃねえか。あいつまた逃げたわ。魔物たちごと空間跳躍したようだな。それにしても。ただいまみんな。勝っちゃいました。ブイ。ブイ。って、あれ？どうしたんですか、皆さん。それはこっちのセリフよ。なんなのよその格好。それにその力も。ゆいちゃんもペコさんもなんだかすっごいパワーアップしてたよ。ビューンってドカーン。魔力、肉体能力の大幅な向上に加え、敵のまとっていたオーラもやすやすと切り裂いていたようだ。だがどうやって。先ほどペコリーヌ様は新しい力とおっしゃっておりましたが、それは一体。あ、これですか。プリンセスフォームっていうらしいですよ。やばいですね。
プリンセスフォーム？さっき彼が食べちゃった魔法のアイテムと関係あるらしいです。と言っても私も聞きかじりの知識しかないんですけど。いいから教えなさいよ。もったいぶってるんじゃないの？もちろんです、ケルちゃん。あ、でもその前に。え、何これ、体が、お腹が。ゆいちゃん、大丈夫？今の戦いで怪我しちゃったの？そうじゃないけど。主様、ゆいちゃん、ゆいちゃん、ちょっとペコリーヌ、お腹ペコペコ。再び幼き精神に戻られてしまった主様。突如空から降ってきた記憶喪失の少女シェフィー様、そしてランドソルを襲った謎の少年カリザ。闇にうごめく新しい敵の影、プリンセスに戻られたペコリーヌ様が携えた新たな力、陰謀と希望と絶望の交差する運命の歯車が大きく動き出し、私たちの冒険と戦いの日々が再び幕を開けようとしていたのでした。戻ったと思ったらまた世界の危機ですって。面倒そうなやつが次から次へと出てくるし、なんなのよもう。次回プリンセスコネクトリライブ第2部2章、災いのレギオン、もう一度君とつながる物語。食ってる場合じゃないでしょバカ王子。